大道寺智山教法15年11月2日は、江戸時代の武士、兵法家、山城国伏見の人で、意味名を、しげすけ、通称を孫ごと称した。晩年に、武道初心集、岩淵屋は、落ちぼしなどを表す。ご法上氏の重臣、大道寺正重の彦にあたる。経図上、正重長男の自家、茂、茂久四重優となる。寛永年。 大道寺茂久の子として生まれる。茂久は松平忠照に仕えた元越後高田藩士であったが、高田松平家が源那二年に改役されて、以来老人となっていた。友山は長ズルに及んで、江戸に出て尾端景、小畑影の北条市長、山が祖皇らに指示して、甲州流軍学を学び、軍学者として身を立てる。その白式を変われ秋広島藩朝の氏。 ア津藩松平氏の脚分を経て、越前松平氏の福井藩に迎えられ、主に軍楽を講じた。徳川幕府は、明暦三年の大化で消失した江戸復活のため、北条流軍学者を積極的に採用した。北条市長へ、江戸の地図の測量、制作を命じた。市長は、養子デモンテの大道寺と山を筆頭に数人を集め、神田に測量作業所を構えた。 消滅した大名屋敷や街並みなどを詳細に測量し、作図作業を成し遂げ、各方面から公開の要望があった。戦国の世であれば、地図の公開はあり得ず、隠密の作業であった。しかし幕府は、地図の完成後、火災からの避難のために、すべての江戸庶民に地図を公開した。江戸地図は、友山が、遠近動員の名で改訂版も出版し、 関文図ご飯が完成したのは1673年である。教法15年11月2日、江戸において92歳で没した。東京都渋谷区の東北寺に墓所がある。竹園年表によると、教法11年11月18日、大同寺智山王少子会、四月王、そのあまり六人の王会すると、運、うん、生命未生とあり、地域の老人を集めて、 少子会を開いたことがあるらしい。中華級武士指定のための武士道入門書とも言える武道初心集は常に死を心がけよととき、同時代に佐賀藩の山本城長によって表された葉隠れとも共通するところが多い。教法十二年には落ち募集を出している。徳川家康の一大域のような軍器物であり、共山存命当時の風俗が多数収録された。 随筆をも含む。この他にも、関ヶ原の合戦から死亡までの家康の知性を綴った鶴神上げなどの著作がある。古大道寺茂高は300は三百国で福井藩に仕え、エドルス巨役を務めた。その後の子孫は、代々、孫心郎の名で福井藩主となった。友山は、学問によって大道寺着流の加盟を復興させたと言っていいだろう。 友山の娘、英氏は、氏である、山賀祖その娘、つると、むつくにひ藩重心の津軽正まの子であった、弘前藩が老津軽が生方にとついだ。友山の娘と、山賀祖その孫、生方の次男が、廃人、国学者、または、画家で知られる、武部綾あやたりである。弘前藩では、大道寺直秀の系統である、大道寺早やとけが代々家老を務めており、 この縁組には、使と同族という二重の縁があった。また、広崎藩が、天南2年に、越後国尾沼四軍と越前の県地を命じられており、大道寺隼人家の大道寺茂清がその任に当たったため、大道寺両家が再び面識を持つ機会ができた、という縁もあった。ありがとうございます。